やけぶにやぶせと申しますぞ。今回も前回に引き続き汁物焼きでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツはウファーのウパー、カス汁のベラパス、クジラ汁のハルクジラ、豚汁のパフュートン、アラ汁のアラブルタケと貝汁の鉄の貝ですな。では試合まで勝った以外ありえない。対戦相手が見つかりましたな。光る対戦よろしくお願いしますぞ。相手パーティーはブイズですな。久々にブイズとの戦い。サンダース、シャワーズ、ブースター不在でニンフィア、リーフィア不在でグレイシア、ブラッキーエフィでは、光る対戦よろしくお願いしますぞ。さあ、お相手の初手はニンフィア、こちらはアラブルタケですぞ。さて、早速テラスタルかましていきましょう。この振り対面を受け入れててはいけませんからな。普通にハイパーボイスでしょう。で、草半減以下はいないので、グレイシアバックだとしてもその時点で飛んでいくので、考えることは何もありませんな。では、いきますぞ。はい、えぇ、あ、重いか。おぉ、でかい、でかい、ちょっとでかいよ。この花、大きすぎよ。で、プラグを出すのやめていただきたいようでしょう。ハイパーボイス耐えます。ここはハイパーボイス耐えますね。しなくても耐えてましたな。では、お返しの、タレマシンガン。ドドン。これなら4発。いや、これ5発必要かもしれませんな。なんとか5発当てるんですぞ。どこ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 いけましたな。おやー、いけてませんな。これはまあ、そのままいくしかないんですな。別の技に切り替える意味も薄いので、とりあえず突破だけはできましたな。しかしテラスタルしてなかった場合も結局ダメだったんですな。撃破がありやん。普通に火力を底上げしてこれなので、どうなってるんですかな。火力が足りませんぞ。そしてブイズは素早いのぞろいとまでは言いませんが、まあやらぶる竹よりは早いところがいるのでは。まあ何が来ても上から殴るというか、一番通る技を選ぶだけですから。いい回転がやり。いや、しかしテラスタルするともう何が何だか分かりませんな、この生き物は。もっさもさですぞ。いかさま。まあそらそうですな。さて、アラブル滝が思ったより誘っていなかったが、ただ読まれただけと言うべきなのか。通る技を持っているのはヤフィルトンですが、まあヤフィルトンでいいでしょう。なぜかくたびれておりますぞ。ジャレツコは普通に通りがいいので、そんなに基準は甘くはないでしょうが。ピカ様 AD ぶりはこれがきついんですな。ガバラガラガラ、確認も取れてませんな。もうすぐ滑った。これ願い事とかしてきますから。同速？同速でした。ヤヒートンが同速というのは、それは一体どういうことなのか。つまりクジラの方が速いということになるんではないですかな。ちょっと待ってみた。技を見れないんですな。行きましょう。いい転がるやるクジラ。ここはまあつらら落としでいいですな。コラ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 、撃破がやりない。なんとかなりましたが、ラストは一体誰なのか、そしてテラスタイプは何なのか。テラスタル取っておいたんでしてくると言いたいところですが、それはハルクジラが来ることを予想できていたか問題があるんで。そしてシャワーズが来てしまいましたな。シャワーズに通る技は自信しかないので、今のところむしろテラスタルしてほしい。してきましたな。これで氷が通るテラスタルならいいんですが、ドン。おっと、いいですな。これは2発耐えればいい。それだけ。なんなら位置関係によっては1発でいいかもしれないが、とりあえず自信。ここは半減されてしまいますが、問題ないですな。この間に溶けるとかしてくるんですかな。してきましたな。さあ、これで実質等倍なんですが、こちらとしては打点は上がっておりますぞ。つらら落とし。はーい、なーにやってるんですかな。あら、ゴーリー、これは潤いボディ眠るやつですかな。しかしもうここからはつらら落とし必中なので、
お相手が寝るターンだけ無駄ですぞ。無駄落とし。素晴らしい感じですな。それか先ほど当てていればと。おっと、ここで溶けてきたということはもう落とせますぞ。とどめを刺すんですな。必殺つらら落としですぞ。どこどこどこ、撃破があり、よくやってくれましたな。眠る潤いボディというやつでしょう。では光る死体変化したいあり。対戦相手が見つかりましたな。無二魂死体変よろしくお願いしますぞ。ファイトルパーティーはパルシェン、鉄の包み、ゴーゴーと、ソーブレイズ、オーロング、ガブリアス。初手といえばオーロング、ガブリアス。いや、包みもいますな。何でもありますな。では、ムニタマシ対戦よろしくお願いしますぞ。お相手の初手はオーロング、とりあえずの壁紙。いや、パルシェンかな。こちらは雪に転がるより荒くじら。今回は、鋼技を搭載しておりますぞ。一応、おっといいですな、挑発。技も体も全部しろ。いや、そんなことはいいんですな。バンバン足りないんですな。せっかくのチャンスをものにできないのはよろしくない。一応、アクアブレイク、ヘビーボンバーを半減下にする者はいないので、いや、ソーブレイズがいます。フリック方向の尻尾トリックやつですかな。命の玉を差し上げますぞ。そもそも椅子なんて振ってませんな。では赤ブレイク撃てがあり、壁剥がれなかったので命としましょう。そんなに先行方向にこだわる攻撃は誰ですかな。トリックを見せたことでソーブレーズは出てきづらいでしょうか。パルシェン、お主か。なんなら破りにくいのでは。ボンバーは火力出ませんよな。パルシェンもそこそこの重さをしていたはずですので、一応調べますが、あと37秒もありますので。パルシェンはどこですかな。ドン。132キロ、自信でいいですな。テラサル。さて、自信は今まで見せてないんですが、何タイプになるんですか。ドン。氷タイプ。俺は鋼の方が良かった。という結果論はありますが、というか、パルシェンの氷テラスタルはかなり綺麗ですな。で、結局打ってくる技はロックブラストで火力が足りていないように見えるんですが、これはどういうことなんですかな。タスキ、カライブ型でわざとタスキを温存して落とせると思って破れなかったが、結局届かなかったといった感じでしょう。では、もっとタスキではなかった。命の玉で、これ、やるときらが硬い。いや、これは火力に振ってないと思うんですが。いくらなんでも。まあ、やるクジラはもうこの HP、この攻防の尻尾ですので。何をするつもりもないんですが、やはり破ってる隙に攻撃されるのが嫌だったということなんでしょうな。命の玉の時点でフラットだろうという。まあ、お相手のパルシェンがフラットの可能性は大いにあるわけですよ。甘辛ヤブはいるにはいますから、なんとも言えないんですな。なんやかんやで体力がこんなに削れてくれたので、アヒュートンよりもやはり圧のカイナで相手するべきでしょう。行ってくるんですぞ、でっかい圧のカイナ。ローブレーズは出てきてから対処ということで、相手ではなくインパでいいですな。普通に届かない可能性あるので。さあ、誰ですかな。そう、ブレイズ、いましたよ。今回突破されてしまいますが、一応パフュートンという切り札が後ろにおりますので、このまま自由に立ち回りますな。問題はタスキと道連れですが、道連れの方は別にケアしなくても一々交換でいいので、おいじゃ強気ですか。では、ワイルドに行きますぞ。アクセニアス。そして鎧で、もう耐久が大変なことになってますな。ここテラスタル3には全くと言っていいほどない。一応試練の頭突き警戒テラスタルはないことはないが、無念の3は警戒する必要がないな。 HP が多すぎるんですが、お相手は殴ったら回復、こちらは殴ったらダメージ、この差はちょっと大きかったりするんですが、レッキーがやるよ。素晴らしい彼ですな。
あとはパルシェンだけですぞ。熱い脂肪と鋼テラスタルを駆使して代謝してやりますぞ。相手のテラスタルにはテラスタルをぶつけていきたいと、この頃一応インファイトでもう何も耐えませんな。水技が飛んでくる場合はテラスタルするデメリットはないですし、氷も岩も半減にできますので、秘伝の活躍を見せてやるんですぞ。玉ダメもあるんで落とせないことはさすがにないでしょう。どこかくたびれたヤフュートン、テラスタルアイアンヘッドがやるよ。いきますぞ。はい、面白い。もうでかいでかいんじゃ、でかいよこの押せるよ。いきなりブラブラ出すのやめていただきたいと言われそう。つらら耐えます。ここを4分の1にしてつららばり耐えますね。こんな些細なダメージ何発受けたって余裕でした。相手も驚いていることでしょう。そう、鋼タイプであり熱い脂肪なんですか。これがとして鋼の熱い脂肪って何なんですかな、概念として。まあいいですぞ。おかしのまちまちやんやへやらん言ってなやるやりますな。これが豚に真珠ですな。抜いたまし対戦勝ちなやり、全く意味は分かりませんから。ちゃんと使えてましたからな。ここまでご視聴感謝がありえない。というわけで今回はヤルクジラの紹介をします。あ、下でアルクジラが暴れておりますが、まあそれはいいとして、ヤルクジラです。ダンドン。テラスタイプは今回水で運用しましたぞ。持ち物は力づくといい命の玉、力づくと相性のいい命の玉で、ボールはクジラなんでダイブボールですな。テラスタイプも水ですしな。で、努力しぶりは AD となっておりますな。まあ正直防御に振った方が使いやすかったというのが、まあ今回使ってみた印象ですな。で、技構成は力づくの補正が乗るつらら落としとアクアブレイクで、補正は乗りませんが単純に強力な地震とヘビーボンバーとなっておりますな。まあこいつ自体も普通に重いんでヘビーボンバーも悪くなかったんですが、まあバカ力が欲しい場面も多々ありましたな。で、こいつは降雪の証がついておりますな。雪に転がっておりますぞ。というわけで、ここまでご視聴感謝がありえない。よく寝てますが、顔がうまいこと映りませんな。